今日はここでこれから非常に意義のあるイベントに参加するんですが、この格好ではちょっと普通すぎるんです。ということで、そうなんです、今日はこのサムライの格好をしてコスプレビーチクリーンに参加するんです。一体どんなものなんでしょうか。早速見に行ってみましょう。実は、今日はここではコスプレの、ビーチクリーンが行われるんですけども、こちらでは今日300人、まあ、50組の団体の方が、参加するんですけども、どうやらそのゴミを拾った方には、一番多く拾った方には賞金があるそうです。これから、ビーチクリーンに参加する、皆さんにちょっとお話を聞いてみたいと思うんですけども、こんにちは。こんにちは。どこからこのビーチクリーンっていう、イベントをお知りになったんですか。僕は音楽を聴くのが趣味で、友人とイベントなどの情報を交換していて、今回のイベントを知りました。朝早くから行われると聞いてみんなで来ました。皆さん今回そのビーチクリーンにはなんか衣装のなんかテーマがあるそうなんですけども、皆さんのテーマはどんなテーマなんですか。トロピカル、ハワイのトロピカルです。ビーチクリーンは皆さん以前にも参加したことがありますか。ないですね。じゃあなんか初めてだということで、僕も今日初めてなんですけども、じゃあ皆さん今日はゴミをたくさん拾って1位になる自信はありますか。ビーチクリーンに自信がありますよ。参加することが大切です。そうですね、皆さんも初めてということで、まあ、ちょっとまだわからよ、どういうどのぐらいゴミがあるかわからないそうなんですけども、まあ、本当に、まあ、ビーチをきれいにして、まあ、賞金もゲットできたらいいなということですけども、はい、ありがとうございます。こんにちは。今回このイベントはどこでご存知になったんですか。友達からの紹介で参加しようと思い、鍵から来ました。ビーチクリーンのイベントには初めて参加ですか。そうです、初めての参加ということなんですよ。今回この皆さん着られてるのは学校の制服で間違いないですか。はい、海高校です。は1位になる自信はありますか。もちろんありますよ。まあね、せっかく遠いとこから来たんで、まあね、賞金をゲットして帰ってほしいんですけども、じゃあ頑張ってください。なんで今日僕はこのような格好をしているかというと、まあ、北海道にですね、一世一代、時代組という劇団がありまして、まあ、その、劇団がそのゴミ拾いと、まあ演技を、まあ、融合させたパフォーマンスを始めたということから、まあ、いろいろ、そういった、話題を、引き起こしたんですけども、まあね、僕も今日はその、格好に基づいてちょっと侍っぽく、着てみたんですけども、まあ、今回、今日の、ね、ゴミ拾いなんですけども、拾ったもの、タバコの吸い殻とかビニール袋、そういうものを、拾って一番多く、集めた人が1位とされて賞金をもらえるそうです。なので僕もできるだけ頑張って多くゴミを拾うようにしたいと思います。こちらでは主催者側の、テントがあるんですけども、こちらでは皆さんこれ見てください。こういった日焼け止めも配布してるんですね。まあ、これここで塗って、使うことができるんですけども、これがですねこの成分が海を汚さない成分になってますんで、これ塗ってこのまま水の中に入っても海質、水質を汚すことがないという安全性があります。それであとこちらなんですけども、自分たちでこういった水筒を、まあ、持ってくると、こちらでは水を、無料で、入れることができますので、まあね、本当にこういった暑い日なので、まあ、なるべく水を飲むようにして熱中病にならないように、気をつけてくださいと皆さん心
こちらで呼びかけています。皆さん、段ボール箱一箱とあと台ばかり一つを受け取りましたか？それでは主催者の方にちょっとお話を伺ってみたいと思います。こんにちは。にはお、こんにちは。なんでこのような今回このようなイベントを催されたんですか？ビーチクリーンというエコのコンセプトと音楽祭を組み合わせて新しい火花を起こしたいと思ったのです。ビーチクリーンを退屈なイベントにせず、昼間は清掃、夜は音楽祭で海岸での新たな体験をしていただきます。どうして今回ここの場所を選んだんですか？フーロン海水浴場はフーロン駅に近いので常に音楽祭が開かれます。私たちは以前龍門海岸を訪れた際、伏流海水浴場よりひどく汚れているのを見つけ、しかも誰も管理していないのを知りました。そこでここでビーチクリーン活動を行うべきだと考え、ここを選んだのです。じゃあちょっと今回僕もゴミ拾い初めてなんですけども、どういったことに気をつけたらいいのかっていうのをちょっとお伺いしたいと思います。ゴミ拾いをするときにはどういったことに気をつけたらいいですか？必ず布の靴を履いてくださいね。裸足はいけません。海岸では木の枝や鋭利なものが落ちており、うっかりして足を刺し出血する危険があるからです。これは最も大切な注意事項です。また現場に着いたら、伏流海水浴場には毒のある電気クラゲがおり、プラスチックに似ていますから注意してくださいね。触れると命に関わりますよ。またこのエリアでは雪千鳥という鳥が卵を返す習慣があるんです。ですから小石のようなものがあったら、それは卵ですので注意してくださいね。ですから清掃の他に環境保護にも注意が必要なんです。そういった卵とかにも本当に自然のものに気をつけながらゴミ拾いをしてくださいということです。ありがとうございます。ありがとうございました。じゃあ僕も頑張ってゴミ拾いを続けたいと思います。皆さんこれ見てください。僕の後ろにはまだまだそのゴミだらけの海岸が続いているんですけども、結構ね、僕も拾えてないと思ったんですけど、結構ね、発泡スチロールのゴミがたくさんあって、結構まあいろんなものがあるんですけども、さっきもね、こういった何ですか、ベビーカーかなんか おもちゃの車かなんかの車輪があったりとか、あとはなんかこういったビーチサンダルではないんですけども、ちょっとね、これってと室内履きですか、そういったものもなんかあるんですけども、なんかこうやって遊びに来て捨てられたゴミも結構あるんですけども、それよりも海から流れ着いたゴミも結構あるんですね。しかもこういった電球、これ非常に危ないですよね。なのでまあこれもちゃんと分けて届けてないといけないんですけども、ちょっとこっちも別にしておいておきます。いや、それに本当にもうこういったこれで多分流れてきたものだと思うんですけども、こういったチューブなんかもあったりして、まあね、本当に予想できないようないろんなゴミがまだまだたくさんあるんですけども、わかりますか？これ台湾で使われている感じではないですよね。なんで、まあ、中国の方から流れてきたかと思うんですけども、本当にね、そんな遠くからでも、まあ、海というものは本当に海流に乗ってこういうところに届いてしまうので、皆さん本当にね、海の中に勝手にゴミを捨てないでください。まあ、本当にどこに流れ着くかわからないので、しかもね、海の生物に間違って食べられてしまう危険性があるので、まあ、そういった、危険性で、まあ、喉に詰まったり、まあ、本当に何か絡まったり、網とかもそうですけども、そういった、まあ、動物を傷つけることになってしまいますので、まあ、ゴミを捨てるときにはちゃんとゴミ箱に捨ててください。いや、皆さん見てください。今こんなに大きな、まあ、これ魚を捕る網なんですけども、これが見つかります。これみんなで今引き上げているんですけども、これみんなで結構引いてるんですけど、
重いですね。これもう何キロあるか、結構何十キロあると思うんですけども、本当にね、こんなに大きなものが見つかるとは思わなかったんですけど、これって今あの ここで重さを測ってもらうんですか？そうです、ここで測ります。さっき僕もちょっと手伝ったんで、ちょっとだけ僕にも分けてもらってもいいですか？いいですよ、こっちは多すぎて重量オーバーだからちょっとだけ分けてもらいたいと思います。ありがとうございます。どうも。今これ全部あの、リサイクルできるゴミだそうなんですけども、一応まあ中の水を全部抜いてあるか確認されて、これから重りを測るそうです。重さを測るそうです。わ、5斤、それともキログラムよ。3キロ？3キロもあるの？これだけでも 3キロあるそうですね。まあ、ここで今あの記録をしてもらって、まあ、チームのところで少しずつあの、重さを足していくそうなんですけども、で僕も全然まだ拾えてないんで、ちょっと拾いに行ってきたいと思います。皆さんこれ分かりますか？あのこれってあのイカとかの背骨っていうか、あの体についてる軟骨ですよね。それと、まあ、こっち、まあ、似てるんですけども、こっちは本当のプラスチックなんですけども、皆さんこういった、まあ、海洋生物の、まあ体のもの、そうですね、あとは貝殻とかなんですけども、そういったものはあのゴミ拾いで拾わないでください。こういったものは、ね、自然に帰ってしまいますので、まあ、こういったあの加工品、プラスチックなどの加工品を、まあ、拾うようにしてください。あの僕たち絶対台湾チームもこれだけのゴミを拾うことができたんですけども、ちょっとこれからあのこれどのぐらいあるか重さを測ってみたいと思います。まずこれあのリサイクルできるゴミなんですけども、これが3キロいかないぐらいですね。2800ぐらいですね、はい。それとこの、まあ、本当に、まあ、ゴミなんですけども、これ、ね、結構あのプラスチックなんで、そんなにあの発泡スチロールとかが多いのでそんなに重くはないんですけども、だいたいこれで5キロ近くありますね。結構集まったもんです、はい。それとこれ最後これ測れるのかな、砂を落として、これね、あの海から流れてきた網だと思うんですけども、まあ、6キロ700、6キロ600グラムぐらい、ね、これでも、まあ、13キロぐらい、あの絶対台湾チームでも13キロ集めることができました。よかった。本当にね、初めはどれだけあの拾えるか分からなかったんですけども、まあね、これだけ拾えたということで、まあ、ちょっとね本当にビーチクリーンに役立ててかなと思うんですけども、いや僕もさっきあの測って13キロと結構あの行ったかなと思ったんですけども、なんかそれよりもそれを超えるほどすごい量のゴミをあの集めた方がいらっしゃるというので、ちょっと話を聞いてみたいと思います。こんにちは。こんにちは。あの今日はすごいあのゴミを集められたとあの聞いたんですけども、全部で何キロぐらい拾われたんですか？96キロです。100キロ近く。何人で集められたんですか？6人です。6人であの100キロ近くのゴミをあの集められたそうなんですけども、見てください、これその中にこんな大きなドラム缶。いや、これも海岸で見つけたんですか？そうですよ。こんなものまで海岸に落ちてるとは思いもつかないですよね。いや本当にお疲れ様でした。はい、いや
本当にビーチクリーンこんなに大変なものだとは思いませんでした。この絶対台湾のチームだけでも、まあ、10キロ近くのゴミが拾えたんですね。まあ、今日それで、まあ、平均的にこう見てみて、50グループがいるので、まあ、大体500キロぐらいの、まあ、ゴミが集まって、今日と明日、まあ、2日間行われるということで、大体1トンぐらいの、まあ、ゴミがここで今日、この回で、まあ、回収されると思うんですけども、本当に皆さんこれ今回このビーチクリーンをしたからといって、まあ、ずっときれいに保てるわけではないので、本当に普段から皆さんが、まあ、ビーチに遊びに来た時には、まあ、ゴミをしっかり持ち帰って、まあ、ゴミ箱があるところに、捨てるとか、それね、そういったことを皆さんは続けていただくと、本当にきれいなビーチが保て、海洋生物も、まあ、増えたり、まあ、こういうところで卵を孵化する、まあ、鳥なども増えたりしますので、本当にね、自然環境が、まあ、もっともっと豊かになっていくと思うので、皆さんもこれから、まあ、ビーチに遊びに来た時には、まあ、ゴミこういうことには、ちょっとしっかりと、守って、まあ、しっかり自分のゴミは持ち帰るようにしてください。